皆さんこんにちは、名村秀吉です。今日は、ミロスでね、よく使う言葉なんですけども、受け入れるとか感じるとか、ね、また思考を使ってはいけないとか、まあ、そういうね、普段あまり、使わない言葉を、まあ、ミロスでは、個人リアリティとしてお伝えしているんですけども、ちょっとそこがね、初心者の時っていうのはなかなか分かりにくいなっていうのがあると思うんですね。で、僕も一番最初にこう、あなた今何感じるって言われた時に、こう本当にクエスチョンマークだったんですよ。感じるってなんだろうって。で、それはどうしてかというと、僕はまあ、オズの魔法使いってね、童話がありますけども、あれで、ブリキのなんか登場人物というかありますよね、こう心が欲しいみたいなね。僕本当にそういう状態だったんですね。感情というものがほとんど分かりませんでした、自分の感情が。だから何を感じるって言われても感じないので、何を感じているというのが、まあ、感情ですね。要するに気持ちとか、心とか、自分の気持ちが分からない、今どんな気持ちって言われても、ん？ってこう、なんていうんですかね、こう表面上のこう気持ちがこもってない気持ちしか言えないって言ったらわかりますかね。言葉はあるんだけど、その気持ちを自分で、まあ、簡単に言ったら好きだよって言っても、こう自分の気持ちがこもってる好きと、こう口だけの好きってあるじゃないですか。で、僕はどっちかというと口だけの好きという感じで、気持ちがこもらないというか、そういう感じだったんですよ。だから言ってる、自分の言ってる言葉に気持ちが乗らない。だからどんな気持ちって言われても、言葉は言えるけども、こうそこに感情が入ってない、乗っていないって、そんな感じだったんですね。で、どんどん、まあ、いろんなことを教えてもらいながら、まあ、これも全部教えてもらってることなんですけども、感情とか気持ちっていうのは、こう突然、例えば怒る、わーっと怒る、キャーって喜ぶって、突然怒りますよね。で、あれってなんかこう湧いて出たみたいなイメージないですかね、皆さん。その感情的になった時ってなんかそんなイメージじゃないかなと思うんですけども、実はあれは、あの感情、気持ちの爆発表現っていうのは、普段から思っていること、普段から考えていることなんですよ。で、それを思考と言います、ね。で、普段案外自分がどんなことを思ってるかっていうのは、こう無意識じゃないですか。今皆さん自分が何を考えているか、何を思っているかってパッと分かります？結構分からないこと多いと思うんですよ。そういうのを無意識と言います、ね。だからポンと出てきて、例えば感情が爆発して、ね、こうわーって怒ったりとか、ね、もう好きなんだよとか爆発した時に、初めて自分は普段そういうことを思ってたけど意識の下に隠してたんだなってことが初めて分かってくるんですね。だから感情表現をできない時っていうのは、何感じますかって言われても本当に難しいんですよ。でも安心してください、僕は思いっきりそうでしたから、だからこうやって皆さんに、そんな僕でもこうやって変われるので、どんな人でも大丈夫です、ね。今僕、昔の僕と同じように感じないって言われても大丈夫なので、安心してね、この動画をまた繰り返して見ていただいたらいいと思います。で、僕が、どうしてそんなに感じなくなったかっていう理由があります。まあ、これはね、ずっと、まあ、普段この動画で、やメールマガでもずっとお伝えしているように、全部が、親子関係なんですよ。子どもの頃の親子関係が原因で、今の、自分の気持ちがわからなくなっているという状態ができています。で、僕の場合はですね、まあ一人っ子なんですけども、親が共働きでして、お家に、まあ、夕方まではお父さんお母さんがいなかったんですね。で、僕はなぜか、幼い頃になんかね、長生きできないんじゃないかみたいなね、そういう思い込みがあったんですよ。で、それと、うちの両親がですね、ちょっと、まあ、お友達の両親に比べて僕
はこう遅い子なんですね。だから、まあ、授業参観行ってもちょっとうちの両親だけちょっと年を取っているっていう状態でして、まあその時ね、なぜかね、子供の時にね思ったことがあるんですよ。あ、僕のお父さんとお母さんは早く亡くなってしまう、年を取ってるからね。だからその時に僕はものすごく寂しい思い、悲しい思いをするだろう。それだったら、そんな悲しい思いをするぐらいだったら、今のうちからそんな悲しい思いをしないために備えておこうって思ってしまった。なぜかそう思ったんですね。で、どんな備え方をするかも自分ではわからなかったんですけども、ミロスに来てわかったことは、なんとお父さんお母さんを、まあ、子供の頃って大好きじゃないですかね、どんな人でも、ね、ある一定の、まあ、反抗期とか、まあ、そういう時が来るとね、なんだよみたいな感じで嫌いになったりとか憎くなったりする時期があると思うんですけども、やっぱり基本的にはお父さんお母さんが大好き、僕も本当に大好きでした。お父さんが仕事から帰ってくる、玄関をガラッと開ける音を聞いたら、もう瞬間的に嬉しくなってタタタタって玄関の方にね走っていってお父さんを迎えました。で、もうもっともっとちっちゃい頃なんかもう飛びついてましたね。本当に大好きだったんですけども、その大好きな人がいずれ自分より先にいなくなるんですよ。そんなことを想像したらもういても立ってもいられないというか、僕はその時に自立というか、もう好きな気持ち、お父さんお母さんの好きな気持ちをやめることにしたんですよ。賢いでしょ、ね、そうすると、失った時にね寂しくないじゃないですか。あ、死んだのかぐらいのね感覚になれると思ってたんですよ、ね、それが僕が自分の気持ちを分からなくした、自分で自分の気持ちを分からなくした原因でした。そしてだからずっと、まあ、友達に対してもね、好きな彼女ができた時も結構情熱的にアプローチする方なんですけども、でもその子供の時の自分に対して決めた気持ち、自分で決めたんですよね、なぜかね。で、完全にそのこと忘れてましたから、まあマイナス的な感情ですね。好きな感情はこれやっぱり気持ちいいですから、やっぱり出すんですよ。好きだよとか、もうイタリア人並みにやれますよ僕だけど、そのマイナス的な方は絶対見たくなかったんですよ。そんな恐ろしいこと、そんな辛いこと、僕の中にない、ね、感じたくない、辛いからっていうふうにやってたので、いつも、そういうふうに恋愛が終わっていきました、ね。だからね、こう今見てるとねよくわかるんですよね。あの女の子なんか特に、あの非恋の恋愛をする子なんかね、もう全く僕と一緒だなと、あ、本当にこの子は心が優しくて、お父さんお母さんのこと大好きだったんだろうなとかね、またそのことも無意識に気づかずにやってるんだろうけども、だから好きな彼ができても、そこにね、本当の意味で愛し抜くいうことがもう怖くてできなくなってしまってるんだなということがね、もうはっきりわかるんですよ、うん。で、これはもうね、いつも言うように自分の中の2つというのは自分の、まあ、これ思考です。思考というのが感情になって表面に出てきます、ね、この思考のことを僕たちはエゴと言ってるんですよ。だからね、エゴが悪いっていうことを言う人がいますけども、これは全くナンセンスだと思いませんか？自分の気持ちが悪いんですか？そんなことないですよね。自分の中に人を好きな気持ちと、例えばね、寂しい気持ちとか、ね、悲しい気持ちとかが必ずペアになってるから、だから分かるわけですよ、ね。だけど僕はこっちが好きでこっちが嫌だったんだけど、こっちを感じたくないから、マイナスをね感じたくないから、その大好きな気持ち、もういてくれるだけで嬉しかったのに、それをやめたんですよ。そしたらこの気持ちをやめたら、
感じなくさせたわけね。そしたらなかなか出てこないんですよ。だからね、なかなか人を好きになりませんでしたね。やっぱり簡単に好きにならなかったです。もうその代わり好きになったらわーっとね、貯めた分のエネルギーで行きましたから、相当好きになれたんですけども、だから自分は情熱できたんじゃないかななんて思ってましたけど、その裏には、子供の頃に決めたこのエゴですね、うん、もう 人なんか愛さない、怖いで、これをね決めたらどうなったと思います？僕1回目の失恋の時そのままそう思ったんですよ。もう絶対好きにならない、ね、こんなに辛いならもう好きならない、好きになった方が負けないやみたいなねそんな風になっちゃったんですよ。まあ、その後も結局好きになるんですけどね、うん、どんどん恋愛をしていってしまうんですけども、まあ、そういうねパターンを知らずに、陥ってしまっていることが、まあ、ほとんどなんですよね。まあ、これは本当にもう、入り口の話なんだけども、この入り口が案外大事かなと思って今日はねこの話をさせてもらってます。まあ、最後に復習すると、自分の気持ち、心、ね、感情が思ってることです。それが思ってることです。考えてることですね。あの人好き。これは思ってること、考えてることですよね。これが感情です。だから一緒なんです。同じことなんだけども、その思考が、表現されるわけですよね。だからあなたが本当に自分の気持ちに好きになって、あ、この人好きやなって感じた時に感じれてますよね。でも昔の僕のように抑えながら好きだなって思うと、この抑えながらこうまるで、車で言うとアクセルを踏みながらブレーキをかけているような状態ですよね。だから感じてるのに感じたらダメだって自分で自分をこう抑えている状態なので非常に感じにくい。だからあなた何を感じますかって言われてもよくわからないっていう状態になって、このミロスの実践に入ることが非常にやりにくいっていうことをね、陥っている方が結構多いんじゃないかなと思います。だから、まあ、今日はこの動画をね何度も見ていただいて、もしね僕と同じように、よく感じることがわからない、思考を見なさいと言われるけど何が思考がわからないって方が、いらっしゃったら、何度か見ていただいて、まあ、できたら何度も見ていただいて、あ、こういうことになってて、こういうことを言われてたのかってことを理解していただくと、今まで聞いてもらった話もこの先に聞いてもらう話も非常に、